こんにちは。お酒5杯目から味わかんない。本日はローテッドサンドイッチ。もうわからないよ。メインで作ってもらうのはトマトクリームパスタ、ももの唐揚げで、それを一斤の食パンあるじゃん、あれの中に入れてチーズを振りかけてちょっとオーブンしてもらう感じ。なんかくり抜くってこと？中くり抜く。一斤の。そう。なるほどね。パスタここで揚げたことないぞ。これ？無理。いや無理だろ。これでこうやってやるってこと？いけんのか？まあやってみるだけやってみるか。じゃあお湯を煮沸しよう。暑すぎるな今日。急激に暑くなった。夏開講25度今日。一斤のパン、これちゃんと美味しいやつだ。これの中をくり抜くということね。もうやべえな、でかいな鶏肉。これはじゃあ下味をつけていきましょう。いってきましょう。鶏肉を入れます。片栗粉を少々。まあ鶏肉の方はサクッと作る感じで、そんなに鶏肉に時間取ってらんないから。美味しそう。すげえあるわ、140度以上あるわ。鶏肉を揚げます。俺の家の近くにホワイトシェパード飼ってる黒人の人がいるのよ。カリフォルニア出身のが自分家の前でホワイトシェパードと一緒に育てたのよ。その飼い主に英語で「触っていいですか？」って聞いたら「おおもちろんいいですよ」って片言の日本語で言ってくれたから「ありがとうございます」って言って、その飼い主の方の腕をこうやって撫でて「賢いですね」とか言って撫でてて笑ってくれたわ。そんなプライベートなんだよな。こいつを中抜き取ろう。今日何日だ？15。ああ、今日まで。すーっ。パンも作ってみたいですね。この包丁が切れ味いいのか、パンが柔らかいのか。柔らかいね、もちもちだ。もちもちの木だ。あれ、うまく取れなかったけど、こんなもんだよ。いい感じじゃないか。うん。竜田揚げはできました。このためのやつなのかもわかんねえんだよな。これは何用の何か誰か教えてください。ダッチオーブンについてきたやつ、使い方が合ってるかわからない。フットチーズパッドか。え？ああ、カルボナーラとかのやつね。こんなんなんだ。さて、この鍋に入るのでしょうか。まあ、10時25分前ぐらい。なんで茹でる汁使うんだろう。ちょっと伸ばすためなのかな、わかんない。じゃあソースの材料がそこに置いてあるトマト缶、クリーム、バター、チーズ、コンソメで、蜂蜜で、ガーリック。これはうまいこと言えてくってこと。こういうクリームなんとか系のソースはバターとミルクはもう遠慮しないでいっぱい入れちゃった方がいいんです。高梨さんのクリーム、高梨が高梨の、高梨が高梨クリーム。クリームって飲めんのかな。クリーム飲んだことある人いるかな。これも遠慮なく入れちゃいます。で、一旦バターを溶かしながら。バター溶けないな。まあ溶けるでしょ、そのうち。完熟トマト、カットトマト、これ発明した人すごいよな。この開けられるやつ画期的だよな。トマト汁飛んで T シャツにかかるの見えたな。その未来が想像できた。これも入れます。いいです。これは灰皿にします。
あんまり赤くなんないな。一回ちゃんと生クリームとトマトを絡めます。トマトクリームパスタなんて聞いたことないな。トマトのクリームソースっていうのは俺は聞いたことがなかったから、ね、ニンニクも大さじ1ぐらいでいいよ。ニンニク大さじ1お願いしますでしょ。ニンニク大さじ1でお願いしますでしょ。でも生クリームにガーリック合うのか。甘めのソースだと思ったんだけど。でクリームで、あ、クリームとチーズでちょっとクリーム感を出すんですよ。これはでも多分、あ、入れながらだね。分量は。で全部入れましょう。これってか そんな量ないんだな。あ、もう全部入ったわ。すげえな、これ。こういうケーキありそう。こういうケーキあるな。あ、いい感じで。このソースは初めてだな。あ、じゃあ、蜂蜜で。コクを。海外の人は蜂蜜入れればいいと思ってるから。3周目。3周して。で、コンソメも。この、この。うわ。でも多分こんなもんでいいんだろうな。で、これでちょっと。ちょっと焦げないように回しながら煮詰めていきます。でその間に今度は何をやるかというと、この食パンみたいな竜田揚げをいいサイズに切ります。まあこんなもんでしょう。これは俺がハンバーグ食べるとき、食べる前にやってる形です。ハンバーグを食べるときは一口大にしてからいつも食べ始めてます。食べるときに切るんじゃなくて、食べる前に切ります。まあ下に肉を3つだな。ちょっと間にもチーズ入れるか。いい匂いだこれ。いいんじゃないですか。そっか。いただいていく。ではこのバンズサンドイッチを今から食べていくぜ。コーラを開けていく。あー、夏だね。これは ASMR でしょ。うん、なんかイタリアンだな。めっちゃチーズのトマトの香り。思ったより全然見た目通りの味だわ。あー、ピザみたいな感じだわ。ピザだ。ピザパンみたいな。ピザパンだこれ。あの、マジでこれめっちゃ普通。